ハイドパークの正面門。ハイドパークは、ロンドン中心部ウェストミンスター地区から、ケンジントン地区にかけて存在する公園。ロンドンに8つ存在する、王立公園の一つである。サー・アッペンタイン・レイクにより敷地は2分されている。西隣のケンジントン・ガーデンズとは一体となっており、全体がハイドパークであると考えられることも多いが、実際にはウエストキャリッジドライブによって区切られている。総面積は142ヘクタールで、ケンジントン・ガーデンズの111ヘクタールと合わせると253ヘクタールにもなり、ニューヨークのセントラルパークと同様の巨大な都市型公園である。公園内で最も古くから残る部分は、イーバリー卿の荘園跡である。この荘園の面積は1ハイドであったとされ、これが公園の名称の由来となっている。荘園跡を含めた土地は、イングランド国王ヘンリー8世によって1536年にウェストミンスター寺院から買い上げられた。公園のレイアウトは1820年代に建築家デシマス・バートンによる設計をもとに建造された。ケンジントン・ガーデンズが平坦であるのに対して、ハイドパークは隆起に富んでおり、前者と対照をなしている。1851年には世界初の万国博覧会である。ロンドン万国博覧会の会場となり、ジョセフ・パクストンの設計した水晶宮が公園内に建造された。万博終了後、水晶宮はロンドン南方のペンジ地区シデナムに移転され、その後の火災により消失している。1982年7月20日には、ハイドパークで爆弾テロ事件が発生した。IRA 暫定派が引き起こした、このテロによって、馬7頭及び、ブルース&ロイヤルズとロイヤルグリーンジャケッツの兵士8名が死亡した。ロックコンサートも頻繁に開かれており、ジェスロ、タル、ローリングストーンズ、ブラインドフェイス、ピンク・フロイド、ロイ・ハーパー、クイーン、エリック・クラプトン、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、フー・ファイターズ、ブラーなどが公演を開いている。2005年にはライブ8の会場ともなった。ビートルズのアルバム、ビートルズ・フォー・セールは1964年の秋に公園内で撮影されている。公園の正門はデシマス・バートンの設計によるイオニア様式の建築物である。3つの馬車用アーチ門と2つの歩行者用門が設けられている。中央の門は他より大きめに作られており、4本の柱によってエンタブラチュアが支えられている。エンタブラチュアの装飾はエルギンマーブルズを参考にして、ヘニングらにより設計された。公園内の見どころとしては、北東のマーブルアーチ付近に設けられている、スピーカーズコーナー、水晶宮跡地の北側境界であるロットンロー、南東にはハイドパークコーナー、そしてサーペンタインレイクの南には、ダイアナ妃のために建造された、ダイアナ妃記念噴水が存在する。ありがとうございます。